距離、中距離、長距離全部ね高水準でこなせるラスカル様のようなねオールラウンダーもいらっしゃれば、短距離も中距離も微妙やから消去法で長距離に勝ってそうなシノケンとかいうようわからんやつもいるんで、A チームのガジさんはね、もともとはデカモリングっていう大食い系ブロックから始められた方で、最初はね、キャパは2、3キロとかだったんですけど、まあ、各地のデカ盛りを食べてブログを書いているうちに気づいたら6キロ、7キロ食べられるようになってました。まあ、そうはならんやろって感じなんですけど、まあ、他の人のサポートをしてもいいルールなんで、まあ、一気にね、勝負がつく可能性があります。さあ96巻を食べ終えたガリさん、山上さんのサポートに入り、今山上さんのお寿司がなくなりました。今屋さんってね、後半が来てくるタイプなんですよね。なぜか開始1分のタイムよりも10分経過した時の方がラップタイムが早いとかいうとんでもムーブをね、まあ、平気で行ってくるお方なので全然油断できないです。ラスカルさんの真骨頂はそのスピード、まあ、今ね48巻完食されたんですけど、見てください、このタイム6分50秒弱で5分から食べ始めてるんで、まだね2分経ってないのにもうね48巻食べ終わっちゃったんですよ。はい、さあこの残り5分で参戦された山上さんと神山さん、もう早食いで日本でね1、2を争う方々なんか、まあ、どんぐらいやばいかなんですけど、こうやって話しているうちにお皿一つが溶けてなくなるぐらいやばいですひょっとしたらブログを書くのも一つの手段なのかもしれません。サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス杉でございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。そして今回ガオにスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、スポンサードありがとうございます。これからもフードファイト業界を盛り上げるべく、皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております。今後の活動についてですが、フードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております。その中でぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。準備はよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ3対3の寿司対決ドリームマッチ開始します。5秒前5、4、3、2、1スタート。さあ始まりました、3対3のはま寿司大食い対決。ルールは制限時間15分で、先にね1皿24貫のお寿司を15皿計360貫すべて食べきったチームの勝ちという至ってシンプルなものなんですけど、1点だけね特殊な点がございます。まあもうね説明あったかと思うんですけど、おのおのねスタートするタイミングが違うんですね。開始時点は私、シノケンと今井さん、そしてね5分後残り10分の時点でガジさんとラスカルさん、そして最後の5分で山上さんと神山さんが参戦します。まあ、これ見てね勘の言い方ならお気づきだと思うんですけど、中距離、長距離、短距離、おのおのがね一番得意な距離で戦うように組まれてるんですよね。まあ短距離、中距離、長距離全部ね高水準でこなせるラスカル様のようなねオールラウンダーもいらっしゃれば、短距離も中距離も微妙やから消去法で長距離に立ってそうなシノケンとかいうようわからんやつもいるんで、まあ、完全にね得意距離で割り振られているかというと、まあ、諸説あるんですけど、まあ、雰囲気得意距離で戦っていると捉えてもらって大丈夫です。まあ、ちなみに寿司ネタはこれ出されてる、今出されてるねマグロサーモン
ホタテ、卵っていうのは各ね一皿24貫ずつあって、食べる順番は今言ったマグロ、サーモン、ホタテ、卵の順番で固定です。で、まあ、この24貫4皿計96貫を食べると、まあ、控えにアナゴ24貫、そしてアナゴと卵が12貫ずつ乗った皿、そしてマグロ、サーモン、ホタテが8貫ずつ乗った皿の、まあ、3種類の、ね、皿があるんで、まあ、それがね今言った順番で出てきます。まあ、ちなみにねこれら1皿ずつしかないんで、もう一番最初にねあの96貫食べきった人だけがねもう唯一無二のアナゴ24貫にたどり着けるんですよ。なんでエビマヤさんのチームはこのアナゴ24貫を誰が取るかで、まあ、チーム内でもね争っていたそうです。まあ、そうすることでねチームで食べた数は上がっていくんで結果往来かもしれませんね。さあルールの概要を説明し終わってだいたい3分ちょっと、エビマヤさんがここで48貫を食べ終わり3皿目のホタテに移ります。ちなみに私やむちゃ少し前にホタテゾーンに突入してたのでだいたいね半皿12貫程度 A チームがリードしている展開となっております。画法ゼロ勝の男にしては珍しくね検討しているように見えますが、まあ、普段からねご覧の方ならわかると思うんですけど、エビマヤさんってね後半上がってくるタイプなんですよね。なぜか開始1分のタイムよりも10分経過した時の方がラップタイムが早いとかいうとんでもムーブをね、まあ、平気で行ってくるお方なので全然油断できないです。さあそしてシノケン72巻完食、卵ゾーンに移ります。今回ねこの卵がもうダントツでクセモノで、ネタがでかい、食材自体が飲み込みづらい、結構お腹にたまるというもう苦戦要素の数え役はみたいなスペックしてます。マジでね体感卵1貫で他のお寿司2貫ぐらいの戦闘力を誇っている気がします。味はねもう上手くて個人的にはめちゃくちゃ好きな寿司ネタなんですけど、まあ、この時ばかりはね黄色の悪魔でした。さあ言うてる間に開始5分が経とうとしています。残り10分、この時点で中距離適正 S ランク A チームからアガルさん、 B チームからはラスカルさんが参戦。まあ、ちなみに中距離は食材にもよりますがだいたい5キロぐらいを指します。まあ、A チームのガジさんはねもともとはデカモリングっていう大食い系ブロックから始められた方で、最初はねキャパは 2,3 キロとかだったんですけど、まあ、各地のデカモリを食べてブログを書いているうちに気づいたら6キロ7キロ食べられるようになってました。まあ、そうはならんやろって感じなんですけど、まあ、実際に、ね、なってしまったんですよねこれが。まあ、よくねどうやったら大食いになれますかって質問される方いらっしゃいますけど、まあ、ひょっとしたらブログを書くのも一つの手段なのかもしれません。では B チームのラスカルさん、まあ、この方はねおそらく説明不要でしょう。まあ、皆さんご存知とんでもない量笑顔で食べきることが特徴の圧倒的な実力を持つお方なんですけど、ラスカルさんの真骨頂はそのスピード。まあ、今ねあの48巻完食されたんですけど、見てください、このタイム。6分50秒弱。5分から食べ始めてるんで、まだね、2分経ってないのに、もうね、48巻食べ終わっちゃったんですよね。やばすぎでしょ。まあ、画角から消えて、まあ、数秒経ってね、こう、再びね、映った時には、ほら、見てください。もうね、さっきと比べて全然ね、お皿の中なくなってるんですよね。まあ、ラスカルさんとガジさんの残りね、10分スタート組。まあ、現在ね、ラスカルさんが1皿弱リードされてるんですけど、ね、これで、ね、別にガジさん全然遅くない。今ねあのガジさんもね48巻完食されたんですけど、まあ、経過時間は食べ始めから約2分半、2分半でねあの24皿分の皿食べてるんですよ。まあ、回転寿司一緒に行ってちょっとトイレ行ってくるわって言って帰ってきたらもう24皿積み上がってるんですよ。もう冷静に考えたらガジさんもね相当ぶっ飛んだスピードをしていることがわかると思います。もうね空間が歪んでるんですよここ。おかしい。もうよくね大食い動画の見過ぎで感覚麻痺した皆さんならとかね僕ネタで言ってますけど、正直ねこんなん見続けてたら感覚バグり散らかすに決まってるんですよ。大食い動画内で言うのもなんですけど、まあ、容量と用法はね守って、まあ、くれぐれもね大食い動画見すぎないようにしましょう。さあちょっと話を変わってね全体の様子なんですけど、まあ、お互いのチーム9皿で拮抗してますね。ラスカルさんがガジさんに対し約1皿分リードしてますが、エビマヤさんが黄色い悪魔の沼にとらわれて速度ダウンしていた影響で、シノケンが奇跡的に1皿リードできているためトントンとなっております。まあ、しかしねまだ残り5分でね最終兵器の方たちも投入されますから全然ね勝負わからないですね。
ちなみにね、今回卵が一番きついって話したんですけど、まあ、逆にね、一番楽な寿司ネタはね、ホタテでしたね。てかね、ホタテに限らず貝類っていうのは寿司ネタの中では一番イージーです。まあ、理由はね、単価の高さゆえネタがね小さくなりがちなのと、まあ、ヘルシーなんでね、まああんまりね胃がしんどくならないからですね。まあ、結構ね噛み切れずに苦戦するイメージもあるんですけど、まあ、ガチの寿司屋とかなら私も回転寿司ぐらいのネタの大きさならご利用し聞きます。まあ、なんでね皆さん、まあ、人生で一度はねこうお寿司何貫食べられるかチャレンジ、まあ、やられた経験あるかと思いますけど、まあ、もしね苦手とかじゃなければ騙されたと思って貝類攻めてみてください。まあ、2、3割ぐらいね下駄吐くことができると思います。さあ、そしてついに残り5分。ここで短距離適正 S バケモンクラスの早食いスキルを持つ A チーム山上さん、 B チーム神山さんが参戦されます。この時点での残りお皿数は両チームともに7皿。もう非常に拮抗した激アチな展開となっております。さあ、この残り5分で参戦された山上さんと神山さん、もう早食いで日本でね1、2を争う方々なんか、まあ、どんぐらいヤバいかなんですけど、こうやって話しているうちにお皿一つが溶けてなくなるぐらいヤバいです。もう最初のさ40秒で24貫なくなるの一周回って手品でしょ。で、まあ、速度はねもうあのご覧の通りなんですけど、100貫近くの早食いしていることからも分かるようにキャパも結構あります。まあ、普通ね早食いって言ったら、まあ、牛丼1杯とか、まあ、ラーメン1杯とかを、まあ、何秒で食べれるかとかだと思うんですけど、まあ、この方たちはねもう 2,3 キロ程度ならこの意味不明な速度のまま食べきりはります。まあ、そう、このねあの歪んだ空間における短距離っていうのはね、まあ、3キロなんですね。まあ、例えばみんな大好きペヤングギガマックス、まあ、通常のペヤング4個分の量であるこの商品は、まあ、普段からね結構食べる方でも、まあ、1人で完食するとなると1日コースを確保しなければならないほど、まあ、ボリューミーなカップ麺なんですけど、まあ、この方たちは40秒で食べきります。40分ではなく40秒です。まあ、何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、実際にこの動画上がってるんですけど、まあ、見てもね何が起こっているのかよくわかりませんでした。まあ、ちなみにね普通サイズのペヤングなら5秒で消えます。もうこの人たちねもう早食いで種も仕掛けもないマジックできるんちゃうかな。カップ麺の容器顔面と密着させて5秒経ったら中身消えてたらもうそれマジック通り越して怪奇現象でしょ。さあ、そしてここで山上さんと神山さん同時にお寿司72貫を完食。 A チーム B チームともに残り3皿となりましたと思ったらラスカルさんがここで完食120貫、 B チームが残り2皿になりました。ここで B チームが一旦リードしますが、すかさずガジュさんが96貫完食で A チームも追従、両チームともに残り2皿となり勝負は最終局面へともつれます。まあ、今回ね自分の食べるお寿司がなくなった場合他の人のサポートをしてもいいルールなんで、まあ、一気に、ね、勝負がつく可能性があります。さあ、96巻を食べ終えたガリさん、山上さんのサポートに入り、今山上さんのお寿司がなくなりました。そしてシノケンのお皿も残り1貫、それをしっかり飲み干して A チームお寿司360貫完食、13分37秒、勝負は A チームの勝利となりました。しかし B チーム手を止めず15分以内の完食を目指します。最後ね残った卵のお寿司、今回のラスボスともいえる黄色い悪魔に3人でね力を合わせて立ち向かいます。まあ、ちなみに余談なんですけど、この勝負ね本来は15分でどっちがより多く食べられるかの勝負だったんですけど、まあ、両チームのパフォーマンスがね運営の想像以上で、まあ、どっちのチームもね時間内にお寿司がほぼほぼなくなりそうになったんで、まあ、急遽ね360巻先に食べた方が勝ちの形式に変更となったという裏話があります。大食いを決定戦とかでは稀によく見る光景ですけどね、まさかなんか自分が参加している戦いで起こるとは思わなかったですね。さあ、そしていよいよ残り10秒、 B チームは無事時間内に食べきることができるのか。よかったですね。よかった。ドラマチック。すごい。見てて超面白かったよ。ああ。卵きつい。卵きつい。きつかった。いいね。いや、いい。いや、いい。
シ優先だったいや最高だったよこの試合はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニック、はい、ということですね。結果の方がまあ15分以内で両者完食されたということなんですけど、今回はそれよりちょっと早かったガデルさん、山上さん、シノケン君チームの勝利ということで、おめでとうございます。じゃあそれではちょっと、はい、一人ずつちょっとインタビューをしていこうかなと思いますので、じゃあそちらのシノケン君の方から一言よろしくお願いします。はい、初めての勝ちでございますめっちゃ嬉しいんですけどいや、なんかね、正直途中きつかったんですけど、横でクワっていってめっちゃ早く食べてくれると、なんかこうすごい安心感というか、一気にこうすごい気持ちが高鳴って、またペース取り戻しちゃうんですよね。多分一人で食べてたら、こんなペースで食えなかったと思うんですけど、最後とか、逆に自分がちょっと早くなったぐらいで、もう本当にチーム戦っていいなって思いました泣きそうっすどうですか、数年ぶりの山上さん隣にしてのバトルいや、もう感動めっちゃ早いっすもん、山上さんいや、なんかもう本当に、もうだって横見たら卵しかないですよ、あとちょっとやられるいや、だって完食して終わりっていう時に、隣もう卵しか残ってなくて、自分のところ残ってたらもう頑張るしかないじゃないですかこれ食べたら勝ちだってなったら、もうやっと勝てたって思ってやっと勝てたありがとうございましたありがとうございましたはい、ということでですね、これにて3対3の寿司勝負対決を終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。